社会人3年目26歳年収700万とこで最近自分が無能だと気づきましたほう26歳で年収700万って別に無能じゃないと思うけどね。 独身で趣味もはなく仕事に希望を持って生きてきたため会社のお荷物状態の毎日をむ思い悩みとても辛いです医者にはうつ病と診断されました転職も考えますが無価値な自分に絶望して何をやっても,もう行く気がしません一つだけやってみたい仕事がありますが年収は300万日中ので今の会社で無能なりに生きていけないかとも考えています何かアドバイスいただけないでしょうかこの人高学歴でいい会社にいる <laughs> 要はあの周りの人全員年収700万800万っていうことは多分あのそこそこいい会社に行ってらっしゃってその優秀な人たちが周りにいるせいでその人たちと比べるとそんなに優秀ではないっていうところで無能って思い込んじゃってるんだと思うんですけど二択です要はその全くお金を使わないで無能としてダラダラ金を稼ぐっていうのを例えば2年間やると1000万円ぐらい貯金がたまると思うんですよ。 でそこで2年間やって1000万円貯めるっていうのをやった方がいいのか好きな仕事をやって楽しく暮らすのがいいかどっちがいいかっていうのをちょっと自分の中で考えてみてくださいなので要は年収300万になる生活っていうのを今からスタートしてみてくださいなので年収300万になる前になると多分手取りが20万いかないぐらいだと思うんですよねなのでそうするとあの月の生活費っていうのが多分1 2 3万で暮らさないと 生活できなくなるんですよなのでその家賃じゃあ多分6万円から8万円ぐらいのところに引っ越ししてで食費とか衣服とかっていうのをその12万とか15万とかで抑えるっていうのを明日からやってみてくださいまず引っ越ししてでそれで暮らせるっていう確信があったら年収300に行ってもいいんですけどこれきついわーってなると年収300無理なんで年収700であの無能っぷりをアピールしてください。